savory. I gotcha. Thank you. Well, thank you. I'm getting your matching shirts on. こちらね、お兄ちゃんのウニ&バフ、こちらね、こちらです。これ、これ可愛い、これ欲しい。はないの。あ、これエクセス。ディズニただいま2日目の朝になりますが、キャラクターたちがね、いろんな船のところにこうやっています。ちょっと遠目ではありますが、あの手を振ったりちょっとお話ししたりができます。今いるのはプルートとリバーランとアリエルがいますね。先ほどミッキー・ミニーがハロウィンのコスチュームでいましたが、またね、あの会えると思いますので見ましょうね。はい。You look awesome! We missed you! We are so glad to see you! What's your friend's name? Orange Bird! What would be your favorite recipe to use him? To use him! Tiana. Oh, thank you. Thank you. I like your costume. You see her ears put on? That's so nice. You like sweets? What's your favorite? The candy corn? The candy corn, of course! That was it! Absolute favorite. Aww. Did you want to get a photo today? Friend that you have with you. The one time I did that, Prince Eric gave me this really weird look. So now I just brush my hair in my room. Makes it sweet and salty. Ah, you like the sweet and savory. I gotcha. Thank you. Well, thank you. Would you like to take a portrait spot?
でした？あーなんかね、可愛かった。可愛かった、可愛かった。あ、ねえ、あそこね、あそこね。では行き、Do you like their little stuffy? Yeah, so cute, right? Love it. Yes, yeah, so cute. You're gonna be in the middle, right? Perfect. Can I be in and try to do selfie? Yeah, you can do selfie for sure. Okay.ドレス、very, very cute. Thank you so much. You know, Atlanta has these dresses. Hello, Kiwanka です。デックさんのお店がね、たくさんあるエリアに来ました。で、ここね、ぐるっとね、ちょっと見ていただきますが、ここもあそこも、お店となっております。エリア的にはですね、はい、ウォルトディズニーシアターの手前になります。はい、そうですね、ここでフォワードね、あのグリーティングがね、前は行われたんですが、今はちょっとやってないようですね。はい、ミッキーズメインセール、そしてこちらシートレジャー、海の宝物を探しに来ましょうか。それからクラウンオブライト、こちらはダイヤモンドとかあの宝石なので、ここはまずどっちもいいやということで、お土産屋さんちょっと見てみましょうか。シートレジャーの方が大人向けのアイテムになるので、先にそちらから行きたいと思います。では行ってみたいと思います。はい、大丈夫です。大丈夫ですよ。いいよいいよ。案内してください。はい。カレンダーだね。うん。でも今年のだからさ。あ、でもスクラップブックって書いてある。あとね、新作とか。キャプテンミニーだね。ねー。ちなみにキャプテンミニーはおいくらでしょうか。$36.99。これはね、あのアンテナショップ分でも買えるので、もう、はい、前回見ましたね。これ200ドル。あの200ドルぐらいです。はい。はい、あ、これもありますよ。これもあった。アンテナショップで。はい、スチュワートさんね、あのここの限定品がいくつかあるので、あのまずね、これは見てなかったのね。おお、セールアウェイエブリデイですよ。これはおいくら？これね、長袖 T シャツです。結構いいね、うん、柔らかい感じ、50ドルですね。これ男性ものだと思います。でね、これちょっとちっちゃめのアルバムじゃない？アルバムですね、うん、20ドルですね。スチュワートさん、これがね、トミーバハマの限定品なの。わ、これすごい、かわいいでしょ。これいいよね。これは、え、これすごく、これはあのここでしか見てないので、ちょっと欲しいなと思ってます。私いい、スチュワートも欲しい。いや、でもちょっとダメでしょう。で、こっちのこれはね、もうあのディズニーワールドでも売ってるので、そうそう、だからね、あれだけ限定品。素敵だね、なんか地模様がね。これはでもよく見ないとメッキーさんってわからない。なんとなくわかるからおしゃれっていう、逆にね。で、私はあのベースボールティーがすごい可愛いと思ってる、黄色の。これはちょっともう事前に見といていいなと思ってたやつです。あ、ちょっとこう使い古した感がある。35ドルですね。柔らかい生地です。なんかなんていうの、ワッフル、なんていうの、ワッフルではないけど、ちょっとガーゼですね、これ。まあ、ちょっとまるで、うん、でもすごい柔らかい生地です。柔らかくて軽いですね。うん、で、これはね、 T シャツ、これも使い古し感がある。そうだね、 T シャツです。これは30ドルです。で、これとお揃いのパーカー、うんうん、やっぱり使い古し感が、これもともとこういう素材で、やっぱりあの柔らかいですね。こちらは、あ、これお値打ちじゃん。だって55ドルが33ドルだよ。あ、こっちね、これもあるからいい。これいいね、いいね。これちょっとなんかね、あの使い古し感がね。でもこれはさっきのと色違いで25ドルで黒っていう感じですね、うんうん、これかっこいいね。これはタンブラーですね。お、かっこいい。25ドル。へー、あ、結構まあまあ重い感じ。
ちょっと紫のようなブルーのような濃い色ですね。スチさんね、女性物お願いします。キーホルダーもお土産にはいいですよね。これかわいいよ、すごい。これかわいくない？うん、でもあんまりちょっとディズニークルーズとはわからない。そう、なんとなくなんとなく。これはセーラーっぽいけど、うん、でもちょっと寒い時に羽織るのに良さ。羽織るというか、一応ね、これリバーシブルって書いてある。女性向けはあっち。ちょっと待って、これ下だよ。うん、下。でもこれはディズニーワールドで見るやつ。これもこれも。これだけディズニークルーズかな。はい。$16.77、あ、$16.99。あ、これなんだね。これは？これパジャマじゃない。あ、パジャマ。これ綿で薄い生地。うん、男性もののパジャマですね。うん、下、パジャマの下？あ、パジャマの下ね。うん。これ、あ、別売りですね。おいくら？これだよ、ここ。$40。結構いい値段がします。はーい。あ、これ見てください。これね、中の顔が可愛い。ちょっとね、襟を一個開けるとここが見える感じ。$55です。後ろは何もない。でもこのね、生地がすごいいい感じ。サリッとしてて。女性物もね、あちらなので、ぜひ見せてください。ちょっと。これ見て、スピリットジャージがね、何種類かあるんだけど、これは新商品ですね。はい、あれ書いてない。あ、スピリットジャージ多分ね、$70-$80らへんだと思います。じゃあちょっと前見ましょうか。おー、こんな感じになります。やっぱりね、男女あのユニセックスなので、くるみ割り人形もあるっていう。あ、くるみ割り人形、笑っちゃうね。これはこれはね、ドライフィット、ナイキとのコラボ商品ですね。これね、すごいなんかプロフェッショナルという感じ。ゴルフとかやりそうな感じ、ね、で、ここデューニー&バッグがあるので、スチュワートさん、あの、可愛いっていうか、スポーツやる人。こちらね、お兄ちゃんのデューニー&バッグ。へー、こちらね、結構いいお値段ですよね。ですよね。へー、おいくらでしょうか。あ、やっぱりね、$300。あ、はい、$300です。で、お財布の方はですね、こっちはちょっと、でも$168。これがね、スチュワートさん可愛いと思います。私でも S しかないな。あのね、あそこに XS があったの。だから後でスチュワートさんに着てほしい。ちょっと大きいわ、これ。あ、これね、XS があるんです。子供も同じのがあったと思うんですけど、 あっちにあるんだよ。だから、あとこれ見せてください。これはスパッツ、レギンス、スパッツじゃない。$35です。レギンスだよね。違う。これ見てください。これね。ほら、キラキラのディズニークルーズライン。これもね、素敵。ちょっと見せて。こちらね、黒なんですけど、あのちょっと50周年の感じを意識した感じですね。黒と金文字です。これとこれね、こういう感じでいくんでしょう。で、もう一個っていうかね、何個かあるんですよね、ディズニークルーズの、あの限定のやつは。これプラスチックで、うん、あのなんていうかな、いいよね。ワンクロス。これいいな。あのディズニークルーズラインのミニちゃんなんですけど、$25ですね、ボトル。で、こちらです。これ。これかわいい。これ欲しい。え、欲しい。これ欲しい。これ可愛いでしょ。ディズニードリームの、これ S はないの？あ、これ XS？ ディズニードリームのスピリットジャージ。これいい、これ欲しい。え、でかいやん。これが背中ですか？そう、ディズニードリームなのでね。いいなぁ。でもこれ、これね、ちょっとここも可愛いんだよね。どうですか？まあまあ、まあまあ。で、皆さん、あんまり見合わない。こちらね、限定品のお耳、ミニーズイヤーですね。これが1種類と、あれ、ネルさんこれしなかったかな。こちらがね、スチュワートさんと、そうだね、あります。これちょっと届かないからお願いします。はい、お願いします。はい、はい。でね、スッチさん、あとこちらにも、あ、これいいね、うん、これね、ドナルドさん、これ背中になりますね。はい。で、前がディズニークルーズ、すごいいいですよね。シンプルなんだけど、うん、すごい気持ちのいい素材ですね。で、ね、あのスタチューも売ってます。ロビンに置いてあるやつ。結構軽い、$45です。で、こちら、
ありますよ、これラウンジフライですよ、ね、ラウンジフライ、あれこれカニカニがついてる、カニカニがついてる。おいくらかな、85ドル、はい、はいはい、結構ね、いいお値段ですね。まあ限定品はやっぱ高いよね、ビバリ。中は特に真っ青なだけで、あー、そうなんだ。こちら、まあ、ペアっていうか対になってるタイプのお財布ですね。でこちらが50ドルです。はい、So there's lots happening around the ship. Just remember the Disney Cruise Line Navigator app. That holds the key to everything happening on board. All I ask you to do is remember to refresh the app daily. That'll keep you most up to date. So it's kind of lounge-y, って感じ。The current time is 10:20 a.m. Good morning, Disney Dream. Have a fantastic day at sea.はい、それからこっちはね、こっちが、まあ、約50ドル、49ドル、うん、はい、2つ買ったら90ドルちょっといいお値段。はい、あ、これも可愛い、見て、これキャプテンミニですね。え、これすっごい可愛いんだけど、え、可愛い、え、ちょっとこれ欲しいな。これ50ドル、結構いい値段。あ、で、でもさっきと一緒で、あ、ね、これ可愛い、可愛いね。で、こう、え、これちょっと欲しいんですけど、きっとね、50ドルするよ。これ40ドルじゃない？あ、44ドル99ドルちょうど間か、45ドル。でもこれはね、もう着てしまえばちょっとそれやっちゃうと痛い人になっちゃう、そっちさん、すごい、うん、ダメです。これすごく可愛い。で、こちらね、いっぱいあるね。スピリットジャージがこのバージョンとこのバージョンを入れ替えたやつ。あ、値段がやっぱりないね。秘密なんだろうね。多分ね、スピリットジャージはね、プライス2展開だと思う。変動型かも、うん、で、ここレインボーシリーズがあります。お、かわいいね、これもね。これかわいい、レトロっぽいレインボーですね。これが59ドル99セント。そんなに高くないの、思ったより。これも、これおしゃれで、あと女性のこの短いのかわいい。でもこっちの方が高いんだ。え、着物60ドル、熱い。で、こちらこの、ね、色が新しい新展開です。で、またね、またついてないの、値段が。これね、綺麗なターコイズブルーです。前が可愛い女性ものですね。あとね、こういうのもあるし、で、この耳も可愛い。これ新しい、うん、いいね、こういうのもお揃いで。いや、これ可愛いね。でもこれ 2つまで、やっぱ限定品は高いわね。はい、これはクルーズですよ、皆さん。これすごい可愛い。え、これすごいね。で、こちらもありますね。で、次にミニーちゃん見て、さっきのミニー、これは可愛い。可愛い。私でもね、黄色、しかも本当でも元気なので。はい、こちら34ドル99セント。やっぱりいいお値段するね。いいお値段。あ、でもそれは可愛い。形も可愛いと思いますね。うん、それからこちらが。はい、29ドル99セント。こっちも安いです。ちょっと安いんだ。はい。はい。はい、こんな感じで。はい、楽しい。Something with magic. Do I like stories with magic? Yeah. Oh, yes. Yes. It's very fun. Sometimes stories with friends or wizards. Does the beast like a lot of books too, right? Oh, yes. We're starting to read lots together. He's got a giant library back in the castle that he can go around in. It's wall to wall, books everywhere. He's got lots of them too. Yeah. Can we do the selfie?The shoes too? Oh, the shoes? Yes, I do like shoes. Ooh. My wardrobe friend got me matching ones for this dress. Oh, how nice! They
you're wonderful to dance in as well. Yes. I go dancing all the time in our ballroom. If you see Lumiere there, give him a big hello. He is always making his way into the kitchen. Absolutely, yes. If you're friends with Mikey, come right over this way. We can take a portrait together. Yeah. だってパンでお腹いっぱいになっちゃったらダメじゃない？なるほどね、マドさん。確かに。
cute. Yeah, my name is on your iPad. iPad, I mean, Mother iPad. Okay, perfect. There we go. こちらドリームの2日目 Day at Sea、はい、ハロウィンパーティーでオレンジバードは楽しめたんでしょうか。オレンジバード初めての船での花火どうでしたか。わこちらどこでしょうか。はい、ステントルームの前です。素敵なお飾りですね。はい、まったね。夜は過ぎていきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、グッド、チャンネル登録お願いします。そっちはだとシルベーヌ、オレンジバードとオウムです。チュー。